先ほど X っていうのは消費税みたいな、なんか課税売上引く課税仕入れは X であるみたいな、一本前の動画、そういう過ちを犯してましたけども、消費税っていうのはある税率をかけてやるわけです。それが課税売上から課税仕入れを引いた分にかけてやるわけ。それっていうのは置き換えると、その事業で行った利益ですね。利益っていうのは売上からその経費とかそういうものをさっ引いた分でしょ。だからその利益と、非課税仕入れの分に、ある税率をかけてやったやつが消費税ですよ。だから消費税を脱税、あ、すみません、節税したいときにはね、消費税、要は商品やサービスじゃなくて法人に対する寄付みたいなものにすればいいわけ。それが入りの部分ね。で、魔法の言葉、出演料というものがあります。それはね、国民主権党の平塚正幸君が美容師柴田さんの、美容室に行って、カットした様を YouTube に配信しました。その時に、ね、カット料金はなしでやったわけね。これなしでやるということは、公職の候補者に対する、なんつうか、公職の候補者に対する美容師柴田さんの、寄付ということで、国民主権党のその収支報告書の中に美容師柴田さんが寄付したと、カット料金分を寄付したというものがなければ、それは美容師柴田さんも、国民主権党の平塚正幸君も過謝になるわけね。過謝に、それまずいですから、魔法の言葉出演料というのが出てきます。いいですか。魔法の言葉視聴料と魔法の言葉出演料が出てくるんです。要は美容師柴田さんは平塚正幸君にを見たことによる出演料をお支払いしないといけませんとね。プラス、こうでもいい、こうでもいい、視聴料はどっちでもいいのよ。国民主権党の平塚正幸君が美容師柴田さんを見たことによって視聴料っていうこともできますし、美容師柴田さんが平塚正幸君を見たこととして視聴料っていう形で、受け取ってもいいわけ。ただ今回のその場合は平塚正幸君がお支払いしないって言ったわけでしょ、カット料金を。それは出演料なんです。実は美容師柴田さんの YouTube チャンネルに平塚正幸君が、出演したことによって、カット料金が相殺されたという見方、いいですか。すると、カット料金のそのね、カット料金を、いただいた上で視聴料という形で、平塚君にお返しするっていう行為だと、消費税が関わってくるわけ。人件費ですよね。出演料というものは人件費ですよね。だから人件費に消費税をかけちゃいけませんから、だからサービスとして商品やサービスの一環としてカットをしたということにしちゃうと、消費ね、プラマイ行ってこい、相殺されたんだけど、お国に対しては美容師柴田さんが、消費税分だけを、カット料金の、消費税分だけを納めないといけないわけ。それはまずいでしょと。これ立花孝志一人放送局考えました、きっとね。だからその出演料として、やるわけ。だから視聴料と出演料を組み合わせることによって消費税が脱税、あ、すみません、節税できるわけです。以上です。